こんにちは、こんばんは、モナルチャンネルのゆえです。ボナーボナーということで、本日は練習試合ミリオンズさんとの対戦を、配信したいと思います。ラッキーストライク入って2試合目です。今回の試合の先発は若尾くん。前回いいピッチングしてたので期待したいですね。で、そんでもって今回のスタメンがこちら。いやー、ちょっと今日人数多いのと練習試合っていうことで全員出てるんですけど、13人いますね。で、来週から大会があるみたいなので、大会に出るメンバーが、頭の方というか、先頭の方に出てます。で、僕はちょっと来週行けないのと、また入ったばっかなんでね、12番指名打者で出場しております。それでは試合ご覧ください。どうぞ。さあ、先頭を抑えていきたい若尾くん。ラッキーストライクは後攻ですね、今回。ですが、先頭にフォアボール。さらに次のバッターにもフォアボールを出してしまいます。最初の方なんかボールがコントロールできてませんでしたね。さあ3番バッターに対して2ストライクからこの当たり、さあうまくライトに運ばれたと思って見てたら、これをライトこいつということで、めちゃくちゃ痛いスタートですね。これでランナー2人が帰ってきて、バッターも3塁へということで、ショートの高井くんがそれはないわーって言ってますね。このチーム若いチームなんで、まあいい意味でいい味がね、よく飛ぶんですよね。僕は好きです。さあ、4番に対してこの当たり。これをサードのゆうきくん取りまして、ファーストに送ります。サードのゆうきくんは僕全然合ってないんですけど、実は国分寺シニアでした。後輩でした。さあ、ということで、1回の裏、1番堀坂くん。さあ、前回も1番でしたね。いや、打ち方いいんで、すごい打てそうなんですよね。さあ、初球アウトコース。相手ピッチャーもなんか結構バランスよく投げてきて、ストレートとスライダーが見分けづらいって感じでしたね。さあ、高め振り抜いていくも、これはセンター前へのフライ、ワンアウト。その後、若尾くん、3番の木島連続で打ち取られ、この回は点が取れませんでした。その裏、若尾くん、2回の表ですが、三振。そして、このファーストフライ、ファーストの友くん、キャッチ。そして、ツーアウトから、この緩い変化球、2回は完全に自分のリズムを取り戻しましたね。さあ、ということで、2回の裏、早いテンポで試合が進んでいきます。4番、沢田。この辺り。さあ、インコース強引に打って、ていくも、ワンバンフェンスがファールボール。前の試合ホームラン打ってるんでね、期待してたんですが、ここは打ち取られてしまいます。ショートがうまい、相手のショートがうまい、ナイスショート。さあ5番高谷くん追い込まれております。さあそしてこの辺り、振り切った打球、完璧なバントのような打球でこれで出塁します。これはナイスバッティングですね。あれ、あそこは誰も取れません。さあ、ということで6番のともくん。彼もゆうきくんと同い年で、僕ら年下なんですけど、このチームでは珍しく。なんと、帝京出身だそうです。1年生でベンチ入りしてたそうです。怖いですね。そしてこの辺り、なんかもう早すぎて、打球一瞬見失ったんですけど、このまま、ホームラン、突き刺さります。ちょっとベンチ見てて引きましたね、打球。こんな打球なかなか見ないんじゃないでしょうか。ということで、ラッキーストライク、これで2点を返します。ナイスバッティング。さあ、7番、文平くん。前回の試合ではホームランも打ってますが、ここはセカンド。合わせててあげますが、足が速いんですけど、これはファースト、アウト。その後、ゆうきくんフォアボールで出て、9番の、ゆうじくん。いや、先ほどライトでやらかしてしまったので、ここは打ってほしい。さあ、この辺り、また先ほどの辺りのように、サード前に出てくるが、送球それてセーフということで、ここは連続のバントみたいな当たりでしたけど、まあまあ、セーフになれば一番最高なんでね。さあ、ということで、10番の健太くんです。さあ、隠れ手法らしいです、このチーム。腰を痛めて最近出てなかったとのことですが、ワンボールからのこの辺り、怪我明けのファーストスイングでまさかのスリーランホームラン。いや、このチーム本当にホームランよく出るんですよね。こんぐらいホームランいつも出んのって聞いたら、普通に出るって言われて聞きました。さすが国分寺市一部。さあ、
いつも4番の大輝ですが、ここはショートゴロ。これはファーストを抑えてアウトということで、この回5点を取って逆転。素晴らしいですね。さあ3回からは大輝が登板します。さあなんかピッチングフォーム変えるわーって言って出てきたんでね、まあこの日はちょっと荒れ気味でしたね。さあさあワンアウトからこの当たり、これをショートが D にとってランナー飛び出している。それちゃっかり僕がファーストに入って、これのハーフバウンドを処理してアウト。これちょっと急遽ファーストで出てたんで、いきなりこれ来てびっくりしましたね。さあ、ということで僕の第1打席。この日は12番だったんで、もう2打席目来ないと思ったんで、初球から思いっきり振ろうと思っております。その初球。おしゃー！ちょっとね、早くタイミング取りすぎたんですけど、いい当たりかなと思ったんですけど、センターの真正面でしたね。惜しかったかな。これ、逸れてたら、もしかしたら、ヒットかもしれないですね。さあ、その後も、打ち取られて、3回の裏は得点できず、4回の表。さあ、大輝先頭にフォアボールを与えてしまいます。さあ、そして4番バッターへのワンボールからのこの投球。さあ、この低め、4番バッター、うまく拾って、これがめちゃめちゃ飛んでいきましたね。痛い同点ホームランです。いやー、なんかこんなに飛ばされたのなかなかないわーって言って萎えてましたね、大輝くん。さあ、ということで4回の表同点になってしまいます。その後抑えました。さあ4回の裏も、3番の木島にヒットが出るも得点できず、5回の表。さあ先頭バッター、これをサード勇気ナイスキャッチ。僕もファーストで昇段キャッチということで先頭を抑えます。さあ次のバッターはこの変化球で三振。大輝やっぱね、カーブがいいんで、もっと投げたらいいのになと思うんですよね。ここもカーブでセカンドフライ、ナイスキャッチということで5回の表0点で抑えます。さあ投手戦になっていくのか。さあ5回の裏、先ほどホームランの友ですが、これがサードフライアウト。そして次の文平君、これもいい当たりですがファーストゴロ。さらにサード優輝君、アウトロー、まっすぐいっぱい。ここも三者凡退、なかなか得点が取れない感じになってますよ。さあ6回の表、さらに大輝続投です。さあ先頭バッター、外のボール引っ掛ける、これもショート取って、ファーストは僕がキャッチ。さあ先頭抑えます。だけどここの3番にフォアボール出してしまいます。そして先ほどホームランを打たれている4番バッター、ワンボールからこのボール、いやー、すくうのがうまいですね、このバッター。ここでヒットを打たれ、ランナー1、2塁のピンチです。さあ同点の場面、抑えることができるのか。5番バッター、ワンストライクからの2球目。さあゲッツコースに転がる、ショート高く飛ぶも、これが手につかず、サードに送球するもオールセーフということで、ここで少し痛いミスが出てしまいましたね。これでワンアウトランナー満塁となります。さあ緊迫した場面、ここ抑えられるのか大輝。さあバッター打った、さあうまく合わせた、だがセンターの正面、これをランナー少し戻って、その後は遅れてスタート。文平君それを見て投げるも、これがセーフ。キャッチャー攻撃してる間にランナー進んだと思ったんですが、セカンドランナーが進んでなくて、ファーストランナーが挟まれる形になってしまいます。ファーストランナーそのままファーストに歩いてきて、タッチアウトということで、チェンジに上がったんですが1点入ってしまいました。さあ6回の裏、点を返していきたい先頭雄二くん。さあインコース詰まっているが、これがいいところに落ちる、ナイスバッティング。センター前ヒット、ライト前ヒットかな、失礼です。さあ続くは先ほどホームラン健太くん。さあ追い込まれてこのカウント、さあスライダーでしょうか、振り抜くも無情にも内野フライ、セカンドキャッチアウト。さあ実質4番大輝、ここで打って返せるのか。さあこれ打っていくもファーストに上がって、これはファーストキャッチアウト。ツーアウトながらランナーを進めません。ということで僕の打席です。
まあ、ここは最初まっすぐに合わせていこうかなと思っております。さあ初球まっすぐ来たんですがインコースボール。さあさらにまっすぐに合わせております。2球目、いやーこれスライダーだったんですよね。めちゃめちゃキレが良くてまっすぐだと思って振りに行ったらスライダーで当たんなかったです。さあということでまだまっすぐ狙ってます。さあ3球目、さあ高めに来たので思いっきり振り抜いたのが、ファーストの横を抜けましたよ。ラッキーヒットですね。あれファースト泣かせなんですよね、あの打球。こうドライブがかかって打球がどんどん速くなるっていう、あれはね難しいですよね。ちょっと打った自分なんですけど同情しました。ここで今日助っ人に来てるサトシさん、ガタイは主砲です。さあ初球、さあチャンスの場面でしたがここ打ち上げてしまって、これセカンドキャッチということでここは得点できず痛かったです。さあその7回の裏最終回ですね。さあ最初ホームランを打ったトモがマウンドに上がります。なんかめちゃくちゃ球速いよって聞いてたんでちょっと期待ですね。さあ初球、めちゃくちゃ球速かったです。まあ画面で伝わるかわからないんですけど多分マサより球速いですね見てて。さあ先頭三振、次も三振、変化球もめちゃめちゃ良かったんですよね。ちょっとオフショットに入れたいと思うんですけど、さあ2アウトから高めストレート振っていくもこれをピッチャーフライ。コントロールも結構良くてめちゃめちゃ完璧なピッチングでした。いやーなんかもともと外野手でしたって言ってたんですけどすごいですね本当。さあということで最終回です。さあこの回点を取らなければ負けてしまいます。先頭堀坂くん、さあここは痛い、初球から振っていくもこれはファーストゴロでワンアウト。2番若尾くん、さあまずはランナーを出したい。さあここセーフティーしていくもファールボール、なんとか生きようという気持ちが見えます。さあこのボール、さあうまく合わせていくがショートがうまい、ショートが取って投げる、ただこれが送球がそれる、セーフ。さらにですねこうベンチに入ったということで、テイクワンベースで、ランナーをセカンドに送ることになります。これはチャンス。さあ3番の木島、ここはフォアボールで見逃して前回の試合ホームラン持っている澤田に回ります。さあ4番澤田打つことができるのか、初球、さあ積極的に振っていきます。その後ツーストライク追い込まれて、さあインコーススライダーかな、振り切ってこれがショートへのフライ、ツーアウト、ラッキーストライク追い込まれます。さあ5番高谷くん、初球、これは外へ変化球、その後また2ストライクと追い込まれます。さあどうなる、ラストボールか、これを空振り三振ということで悔しい敗戦となってしまいました。ミリオンズさんありがとうございました。僕入ってからまだね一回も勝ててないので次回こそ勝ちたいと思います。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。